ジックしますということで、トランプ使ったマジックやっていきますね。はい、まずはね、箱からこう出していくわけなんですけど、ジョーカー2枚使わないんで、これだけはね、弾いておきたいと思います。で、箱も使いません。ね、これ置いておきます。一組のデック使います。まあ、軽くカードをこう混ぜてあげるということでね、このくらいにしておきたいと思いますけどね。今回は、まあ、いろんなカードがこうありますよね。まあ、見えますかね。いろんなカードがあります。では、このカードを使って、まあ、今回ね、マジックをしていくわけですけども、よいしょ。もうちょっと混ぜておきますね。はい。まあ、こんな感じでね、混ぜておきたいと思います。はい、ということでね、1枚カードを選んでもらいたいと思うんですけども、これはね、1人のお客さんだけにね、見て覚えていただこうかなと思います。で、他のお客様にはですね、ちょっと見えないようにということでね、これちょっと1人でね、変にしているのでね、何やってんだって思われてしまうとちょっとあれなんですけどね。はい、ということで、まあ、1枚を選んでもらいます。じゃあ1枚ね、どれでもいいので1つタップしてください。これでいいですか？わかりました。じゃあこちらのカードを見て覚えてください。 OK ですか？覚えました。じゃあこれをね、中に戻しちゃいますね。ここですね。はい、覚えました。このカードですね。これなんですけども、まあ、カードをね、こう1枚こう覚えていただくという、まあ、非常にね、シンプルな形のこうマジックですね。で、こんな感じでね、今覚えてもらったカードね、これね、これ中にこう入れておきます。で、そしてカードをね、こう混ぜていきたいと思います。ね、混ぜておきたいと思います。はい、さらにこう混ぜておきましょうかね。パーフェクトリフルなんてできるでしょうかね。このくらいやっとかないとね、混ぜた感がちょっと出ないんでね。硬いですね、このトラップね。硬いですけどね、まあなんとかね、入りましたね。はい。はい、これでね、お客様の選んだカードはね、お客さん自身しか、まあ一人のお客さん自身にしかわかりません。では、ここからね、やっていただきたいことがあるわけですね。このカード、まあテック一束をですね、半分に分けていただきたいんですけども、はい、こんな感じでよろしいでしょうかね。目分量で構いません。では、そうですね。2つの山があります。どっちか1つ選んでもらっていいですか？こっちですか？わかりました。じゃあ、こっちのカードはね、カードじゃない。こっちの束は、まあ、もう使わないんですよ。使わないんで、こちらに置いておきます。そして残りのね、こちらの束を使うわけなんですけど、これもまた2つに分けます。じゃあ、どっちかね、1つ選んでもらっていいですか？こっちですか？わかりました。じゃあ、選ばれなかった方はね、こちらに戻しておきたいと思います。まだちょっとね、カードがね、こんなに残ってるので、これだとちょっと多いので、何枚か減らしていきたいと思います。何枚かね、タッチしてください。これと、これ、そして、これにしましょうかね。4枚選ばれましたね。こちらのカードですけども、こちらも使わないんでね、ちょっと置いておきたいと思います。まだちょっとね、カードが多いので、そうですね。まあ、このカードをね、いるかいらないかでね、ちょっとね、やっていきたいと思うんですけども、じゃあ、まず、こちらのカードはどうですか？こちらのカードは。これはいる。わかりました。これはいると。じゃあ、こちらのカードはいらないわけです。はい。じゃあね、ちょっと、ま、ちょっとね、この辺でちょっと混ぜていきたいと思うんですけども、じゃあ、このカードはどうですか？いる。わかりました。じゃあ、これ。いる。じゃあ、このカードはどうですか？いらない。わかりました。このカードはいらないということで、こう戻しておきますね。じゃあ、このカードはどうですか？このカードはいらない。わかりました。じゃあ、このカードはね、またこう置いとくわけですけども、このカードをね、こうまたこうね、こっちに戻しておきます。じゃあ、このカードはどうしますか？いる。わかりました。いらない。いる。はい。いる。いらないということでね。はい。OK です。ということで、まあ、カードがこうね、まあ、あるわけですけども、さらにちょっとね、こうカードをこう混ぜていきます。
で今何枚あるんでしょうかね。1枚、2枚、3枚、4枚、5枚、6枚ですね。6枚あります。じゃあ、1枚ずつ送っていきますね。花占いみたいなものです。これを下に送って、こっちをね、これね、ここに置くわけですね。で、これを1枚下に送って、これをここに置きます。で、これをね、送って、これをね、ここに置きます。これを送って、これをね、ここにこう置くわけですよね。で、これをこうしてね、送って、こうして、こうするということでね。こんなことをやって一体何をしてるんだってことなんですけどね。はい。じゃあ、1枚1つ選んでもらっていいですか。うん。今ちょっとね、まあちょっと特殊な混ぜ方をしただけに過ぎないんですけどね。じゃあこれにしましょうかね。じゃあこれのカードは使わないでおきます。じゃあもう1枚選んでください。どれでもいいですね。うん、わかりました。これにしますか。これね、じゃあこれも使いません。じゃあもう1枚選んでください。これ。こちらこれも使いません。じゃあもう1枚ね、選んでみましょう。これにしますか。これですか。わかりました。じゃあ他の2枚ね、もう使わないでおきましょうかね。これね、使わないでおきたいと思います。1枚カードが残りましたよね。ちなみになんですけど、1人のお客様に覚えてもらったカードがありますよね。まだ覚えてらっしゃるでしょうか。そのカードを教えてください。スペードの12、スペードの12ですね。了解です。なんと、これがスペードの12です。ということで、ありがとうございます。ん?なんか一つ気になることがある。このカード。あー、やっぱり気になっちゃいますかね。やっぱりこのカードはね、ちょっと気になるみたいですね。なるほど。じゃあこれ、ずっとここに置いてたわけですからね。それは確かに気になるかもしれませんね。うん、どうしようかな。うん、来週見せるとかってどうですかね。来週じゃダメだ。なるほど、わかりました。であれば、じゃあ今見せたいと思います。じゃあこのカードが一体なんでここに置いてあったのかっていうことなんですけども、実はこのカードね、今まで起きた現象を知っていたんですよ。これがスペードの12だからですね。はい。お客様の選ばれたカードはスペードの12だということはすでに分かっていたということになっています。はい。ただこれだけじゃないんですよね。うん。これだけじゃなくてね、これがね、起きる間に全てなんですけども、これをね、一回弾いてあげると、ちょっと見えませんね。もうちょっと触りますね。すいません。はい、なんとスペードの12がね、1枚だけひっくり返ってね、デックの中から出てきますよということで、今回のマジックは以上です。一組のデックを使ったマジックをご紹介というかですね、皆様にお見せしましたということでね、これはね、結構、うん、ストリートでまあ演じたいランキング、まあ2位くらいに入る、まあ個人的なあれですね。全く難しくない技法ばっかりをね、使ってるんですけども、これは演出の、良さで、取ったものですね。まあ、下手でも、上手くても、まあ、演出さえどうにかなればできちゃいますよというマジックですね。ということで、ご視聴ありがとうございました。